半磁性、半磁性、半磁性とは、磁場をかけたとき、物質が磁場の逆向きに磁化され、イコールフの磁化率、磁場とその勾配の積に比例する力が磁石に反発する方向に生ずる磁性のことである。半磁性体は、自発磁化を持たず、磁場をかけた場合にのみ半磁性の性質が現れる。半磁性は、1778年に、 セヴァールド・ユスティヌス・ブルクマンスによって発見され、その後、1845年に、ファラデーがその性質を、半磁性と名付けた。原子中の体になった、電子、内核電子を含むが、必ず弱い半磁性を生み出すため、実は、あらゆる物質が半磁性を持っている。しかし、反磁性は、非常に弱いため、強磁性や、常磁性といったスピンによる磁性を持つ物質では、 隠れて目立たない。つまり、差し引いた結果の磁性として、半磁性が現れている物質のことを、半磁性体と呼ぶに過ぎない。このように、ほとんどの物質において、半磁性は非常に弱いが、超伝導体は、例外的に強い半磁性を持つ、口述。なお、標準状態において最も強い半磁性を持つ、物質はビスマスである。なお、反強磁性。 は半自性とは全く違う現象である。1778年、ブルグマンスがビスマスとアンチモンが磁場に反発することを発見した。1845年、ファラデイはすべての物質は本来、因果事情に対して何らかの半自性的な反応をすると考え、半自性という用語を作った。1895年、 ジョゼフ・ラーモアは半磁性を古典的に説明した、ラーモア半磁性。1911年、ニールス・ボアは半磁性の古典的な説明が不可能であることを証明した、ボアファン流炎の定理。1933年、マイスナーは超伝導状態の物質は非常に強い半磁性を有することを発見した。この現象は、マイスナー効果として知られている。 物質の持つ反磁性による効果として、反磁性体に磁石などを近づけた時反発する現象がある。これは弱い二つの磁石の同極同士を近づけた時と似ている。しかし、反磁性を持つ物質に現れる反発力は近づける磁石の極性によらないという点で決定的に異なっている。このような違いはなぜ現れるのかというと、 半磁性という性質が外部磁場の影響により物質自体が周りの磁場を打ち消す方向の極性の磁石になるという性質であるからである。このようにして現れた物質の磁力は外部磁場が存在するということ自体に由来しているため外部磁場の消滅と共に消滅する。また、半磁性体に強い磁場を印加してもその半磁性体が強磁性体のように自発自貨を持つことはない。 半磁性による反発力を利用して非常に強い磁場をかけると半磁性体を磁気浮上させることができる。例えば実験室などで15から 20t 程度の磁場を発生させ物質にかけると水を多く含んだリンゴや卵、生物などを浮かせることができる。また半磁性の強い熱分解カーボンやビスマスなどは磁力の強いネオジム磁石を用いた 室温実験でも十分浮上させることが出る。水は弱い半磁性体であるため、水を入れた容器の中心に強力な磁石を入れると、水が左右へと分かれる現象が生じる。この現象は1993年に発見され、旧約聖書、デイエジプト期のモーセにちなみもゼコウカと呼ぶ。半磁性による力は一般的に小さいため、 本来半磁性体であるはずの物質が物議を専門としない人に非受性であると誤解されている場合がある。例えば半磁性の性質を示す代表的な物質として水や銅、木などがある。また石油やプラスチックのような大半の有機物も半磁性を示す。さらに水銀や金、ビスマスのように内核電子の多い重い金属にも半磁性を示すものが少なくないが これらは非磁性であるとみなされていることが多い。しかし普段は、半磁性体と意識しないような物質についても、非常に強い外部磁場の下では、その半磁性が強く現れる、半磁性の効果を参照。なお、物質の半磁性を測定するとき、わずかな強磁性の不純物を含んでいただけで全く違う結果になることがある。これは、強磁性の効果の方が半磁性よりも、 桁違いに大きいからである。半磁性体は1よりも小さい非等磁率と0よりも小さい磁化率を有する。よって磁場に反発するが、半磁性は非常に弱い性質のため、日々の生活で確認することはできない。例えば、水の磁化率は、カイ,イコール9.050である。最も強い半磁性を有する物質はビスマスであり、その磁化率は、解イ,イコール1.6610である。 また、熱分解グラファイト、熱分解黒煙は一次元的な解イコール4.0010という自化率を有するという報告がある。しかしこれらの強い半磁性体においても、その自化率は、常磁性体や強磁性体の自化率に比較すると、非常に小さいオーダーである。超伝導体はその内部から完全に磁場を排除する、マイスナー効果ため、完全半磁性体と考えられている。 例外的に強い反磁性を持つのが超電導体である。超電導体は第一種超電導体と第二種超電導体に分けられるが、このうち第一種超電導体の内部には磁束が侵入できないマイスナー効果。すなわち第一種超電導体の内部では完全に磁場が打ち消されており、磁化率がちょうどマイナス1である。このような性質を完全反磁性という。 第二子超電動体は強力な磁石の上に生死して浮上する。この時、第二子超電動体は完全半磁性、マイスナー効果の性質により浮力を得て、さらに第二子超電動体のピントめ効果によって静止力を得ている。半磁性の起源を古典的に説明すると、物質に磁場を加えた時、その電磁誘導によって、物質中の過電粒子、実質的には、 電子に円運動が誘発され、一種の永久電流が流れ続ける。この電流は磁場が弱くなる方向へ磁場と磁場勾配に比例した力、ローレンツ力を生じるとともに、レンツの法則に従い外部の磁場を打ち消す方向に磁場を生み出す。この円運動の挙動は、ジョゼフ・ラーモアによって1895年に研究され、 さらにポール・ランジュバンによって定式化されたので、これをラーモア・半磁性、もしくはランジュバンの半磁性という。これは誰もまだ原子がどのように構成されているかを知らない時代であったにも、かかわらず、半磁性の性質や発生する力の大きさをよく説明し、実験との一致は素晴らしいものがあった。この古典的な説明は、すべての動体が実質的に 反磁性を示すことからも推測できる。変化する磁場に置かれた胴体には、電磁誘導によって、自由電子に、円運動が起こり、誘導電流、この電流によって、磁場の変化とは、反対向きの誘導事情が生じるとともに、磁場と磁場勾配に比例した力、ローレンツ力を生じ、導体の運動や磁場の変化に抵抗する力になる。この現象は、物質の反磁性とよく似ている。 ダーモアラの理論から計算すれば、すべての物質は電子を持つのでその磁性には多かれ、少なかれ、半磁性の寄与があり、ほとんどのものは、磁化率にして十程度のオーダーしかない極めて小さい、ものあることがわかる。このように、半磁性は、古典的な範囲で説明されたかのように思われていたが、ニールス・ボアは、古典力学で計算すると、 熱平行の状態で磁性がゼロになることを1911年に見出した防ア分流炎の定理。このため、半磁性の説明は量子力学にとって変わられたが、量子力学から厳密に導かれた結果は、ラーモアラの理論と正確に一致していた。量子力学によれば、不対原子が存在しない物質は弱い半磁性となり、 不対電子によるスピンが存在する物質は、常時性や強磁性などの性質が顕著になる。なお、金属中の自由電子については、量子論的な取り扱いによる、定式化が、レフランダウによってなされている。そのため、金属の電子による、半磁性は、ランダウ半磁性と呼ばれている。ベンゼン管の面に対して垂直に磁場をかけると、レンツの法則によって、 磁場を打ち消そうと弁前艦に沿って電流が流れる。これにより、弁前ンン管などを含む有機物では他の物質よりも大きな半磁性が発生することがある。さらにグラファイトのような弁前ンン管の集まりの物体には磁場に対してねじれ力が働く。これが半磁性磁場廃坑である。実際には半磁性磁場廃坑を観測するには強力な磁場が必要である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。